CW アンダーソンのリングネームで知られるクリス・ライトはアメリカ合衆国のプロレスラーノースカロライナ州ローリー出身両手で CW の文字を表現することがトレードマークである高校生時代野球で活躍し1989年にサンディエゴパドレスからドラフト指名を受けるも入団拒否し大学進学を選んだ大学ではコンピューティングを専攻し野球と ソフトボールに励んだ。大学在学時に卒業後の進路を悩んでいたところ、友人たちがプロレスラーを目指していることを知り、ライトもプロレスラーになることを決意した。1992年、地元であるノースカロライナ州のインディー団体にて、マスクマンギミックであるエルチコのリングネームでプロレスラーデビュー。各地のインディー団体で活動中に風貌と、 レスリング技術が1960年代から1970年代にかけて一世を風靡したアンダーソン兄弟に似ていたことからアンダーソンファミリーの一員というギミックでリングネームを現在でも使われている CW アンダーソンへと変更パッド・アンダーソンとアンダーソンズなるタッグチームを結成し活動1996年に NWA 世界タッグ王座を獲得している また、同年には、レスリングスクール、アンダーソンアカデミーを開校。1999年、ECW と契約を交わし入団。ライトの知名度を一気に広めることになり、ECW 崩壊まで第一線で活躍した。2001年1月7日、ECW 最後の PPV である、ギルティアズチャージドでは、トミードリーマーと1985年に、 WCW の PPV であるストルケイドで行われたマグナム TAVS タリー・ブランチャードに基づいたアイクイットマッチを行った。結果はアンダーソンの敗戦。e c w 崩壊後は再び各地のインディー団体で活動することになるが2002年4月に日本の団体であるプロレスリング01に参戦。天下一ジュニアトーナメントに出場。 日本への活動は0-1を中心にハッスルなどに定期参戦している。ECW で共に活動したスティーブ・コリノとタッグを組むことが多かった。2004年 WWE に参戦。ダークマッチとベロシティでの出場が中心となっていたが、2005年に ECW リユニオン賞である PPV ワンナイトスタンド2005が行われたことにより、 ECW 復活の兆しが見えてきたことにより2006年より正式を契約交わしクリストファー W アンダーソンというリングネームで WWE 内で復活した ECW を中心に ECW オリジナルズの一員として出場機会が増えるが大半がジョバーでの役目であった WWE 解雇後は世界各地のインディー団体で活動2005年には ECW リユニオン賞であるハードコアホームカミングに出場し、2010年にはティネの ECW リユニオン賞 PPV ハードコアジャスティスに参戦。ニコールドスコーピオと対戦し、敗戦。2011年11月にインディ団体である王の PPV ナイトオブザレジェンズにてペリーサターンの復帰戦の相手を務めた。2020年6月21日、 自身の Facebook で現役引退を表明した。その他、世界各地のインディー団体のタイトルを多数獲得。ありがとうございます。